ヘブル人への手紙第9回第3の警告その1信仰の停滞ヘブル人への手紙5章11節から14節この方について私たちは話すべきことをたくさん持っていますがあなた方の耳が鈍くなっているため解き明かすことが困難ですあなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず 神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく、父を必要とするようになっています。まだ父ばかり飲んでいるようなものは皆、義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし、硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。 はい、皆さんおはようございます,います今日は「ヘブル人への手紙」第9回タイトルが「第3の警告その1」「信仰の停滞」聖句はヘブル5の11から14、えー、今日は短い箇所ですすぐに終わったので驚かれた方がいるかもしれませんが本当はもう少し長く 取り上げたいんですが実はこの先に行くと非常に難解な神学的テーマが出てくるんです。それは「人は一度救われるとその救いを失うことはないのかどうか」というテーマなんです。ですから今日は少し量が少ないんですがまあ 日本語で言うと腹8分目の漢字で満腹じゃなくて8分目の漢字で終えて次回その大きなテーマに取り組みたいと思っていますさあ今キリスト教会には神学の軽視と言われるような現象があると思いますどういう場合に見られるのか例えば 進学校に行くと信仰がなくなるから行かない方がいいというような言い方です。聞いたことありますかそういう言い方は知性を否定する言い方ですね知性っていうのは神様から与えられている大きなたまものです。 ですから私たちは感情だけではなくて知性も用いて神に使える必要があります。進学校に行ったら信仰がなくなるっていうんだったらそういう進学校は行かなければいいんです。進学校は全部そうだって言うんだったら話は別ですけどそうじゃない進学校もあるわけです。あるいは私の学生時代に知っていたある先輩ですけども あの立派なリーダーであり信仰者でした彼がお母さんかおばあちゃんか家族のお話をするときに彼女は聖書しか読まない自分は聖書しか読まないと言ってで素晴らしい信仰者になっているこれはいい意味で言っているわけですね聖書しか読まない聖書だけ読んでればわかるよ聖書だけ読んでれば絶対わかる。 という人がいるとしたら絶対そんなことはありません。どうしてかというと僕らが読む聖書ほとんど日本語訳の聖書でしょ。ですから言語の細かいニュアンスが失われていることが多い。しかも聖書が書かれた時代と今と時間的なずれがある文化的なずれがある。そういったことで 聖書だけ読んでいてはわからないことがあまりにも多いです。ですから私たちは他の人が書いたり解釈したりしたことも学びながら参考にして自分の聖書解釈を確立していくわけです。これはいわばお医者さんが外科手術を施すときに 私はこう思うからと言って手術されたんじゃたまったものじゃない。お医者さんが外科手術をするときには彼の前に生きて貢献してくれたありとあらゆる研究者や医者たちの成果をもって彼は患者さんに相対してるんです。ですから見言葉を取り扱う 人たちも専門的に召された人であるならば教会史の中でどういう神学的議論が行われてきたのかどういう解釈があったのかなぜそれが論争になったのかなぜあるものは否定しあるものは採用すべきなのかこういったことをある程度理解した上でないと正しい聖書の解説というのは難しいんです。 まあ、裁判で言えばねあの法律を解釈して判決を下すときに判例法っていうのがね過去どういう判例がなされたかったいうのは重要な要素になるでしょうそ,れそのことと少し似ていますよね。で今日のテーマは実はいかに進学的理解が重要かというテーマでもあるんです。 で、それは単に、これがヘブル的なアプローチですけども、単に知的理解のことちゃないんです。理解したことを実践することによってのみ本当にその意味がわかるというのは今日のテーマなんです。でも、進学的に理解がなければ、それを実践していくことさえ始まらないでしょ。で、ヘブル美というの手紙のテーマが、 行いのない信仰っていうのはありえないんだっていうのがテーマですがやっぱりヘブル的に私たちの信仰を捉えようとしたら知的理解とその実践っていうことが車の両輪なんだということそれが今日でも同じことが出てまいりますそこで今日は私たちはどこに向かっていくのかそれは神学の重要性っていうところに向かって この話を進めていきたいなと思っています。毎回この手紙が書かれた理由を再確認しています。それは大きな文脈を見過ごすことがないためですね。この手紙は信仰が成長している人に向かって書いたんですかあるいは信仰が後退している人に向かって書いたんですか 信仰は後退しているそうですそしてこの手紙は違法人に向けたんですかそれともユダヤ人に向けたんですかユダヤ人に向けたそれは分かりますよね「ヘブルビといへの手紙」って書いてあるん、ね、だ <laughs> だから難しいの違法人である僕らには難しいでこの手紙を受け取った人たちはとっても困難の中にいたんですどういう困難かというと迫害があったんです それから、誤った教理が教えられて、それに惑わされていたんです。その結果、元の信仰に回帰しようとしていた。元の信仰っていうのはユダヤ教のことですね。ユダヤ教に戻ろうとしていたわけです。ですから、この手紙は極めて牧会的であり、かつ実践的です。さあ、これまでに確認したこと。 ユダヤ教の三本柱って話をしました。ユダヤ教はこの三つの柱をとても重視していた。一つは天使です。二つ目がモーセです。そうです。そして三つ目が再生度。レビ的再生度。レビ的祭生レビっていうのはレビ族のレビですね。レビ的祭生ですから、 ユダヤ教に戻ろうというのは、この三つの柱がやっぱり重要だと思って戻っていくわけですから、この手紙の著者は、そうではない、ミコイエスは天使に勝るお方であるということをまず冒頭に説明しました。続いて彼は、ミコイエスはモーセに勝るお方であるということを証明しました。そして、三番目に、 この著者は、ミコイエスはアロン。これは大祭司ですね。アロンに勝るお方であるということを証明を始めたんです。それが前回の内容だったんです。で、実はミコはアロンに勝るというこのテーマが4章14節からなんと10章18節まで続くんです。長い長い。なぜこんなに長いかっていうと、 実はユダヤ教というのはレビ的祭祀性を土台にして発展してきた宗教なんです。つまり、モーセの律法の半分以上は、まあ、何割ぐらい、感覚的には7割ぐらいは神殿が立っていて祭祀がいて犠牲の動物を捧げるということを前提に与えられている命令です。それがモーセの律法です。ですから、 ユダヤ教の体系っていうのはそれは祭祀がいるということを前提に発展してきた体系だということですところがエルサレムの神殿がローマ軍によって破壊されますこれが何年ですかはい紀元70年に破壊されますそうすると神殿がなくなるわけです 祭司たちは神殿で働いていたんです。神殿がなくなるんです。ということは、祭司の存在意義が、職場がなくなるわけです。まあ、今で言えば、例えば、世界中のサッカー場がなくなっちゃった。誰が職場をなくしますかサッカー選手が職場をなくする。 だからサッカー選手が消えていって卓球が <laughs> 盛んになるまあ変な比喩ですけどで神殿がなくなって祭司たちがいなくなるじゃあユダヤ教はそこでなくなったのかっていうとそんなことはない今度はユダヤ教の中心が祭司から誰に移ったか祭司っていうのはサドカイ派っていうんですサドカイ人 そそこから誰に移ったの。その通りです。パリサイ派です。パリサイ派の人たちが立法学者と言われる人たちですそしてヘブル語でラビというと教師のことなんですが先生というとラビあのレビ的再生度レビっていうのは十二部族の中のレビ族ですねラビとレビと違いますからね あの、英語で書いてもスペルが違うね。L と R が違いますね。ラビーを中心にユダヤ教が発展してくるんです。それがラビ的ユダヤ教って言うんです。現在のユダヤ教はラビ的ユダヤ教です。英語ではね、ラビニック・ジュダイズムって言うんです。ラビ的ユダヤ教ですね。つまり、流行りの言葉で言うと、 ハードを持っていたサドカイ人が没落しソフトを持っていたラビたちが成功したというそういうことですねつまりソフトの勝利ですねそしてラビたちがありとあらゆるデン立法をもうその立法の外側にくっつけていって膨大な体系が出来上がって今ユダヤ教の経典と言われるタルムードはまさに そのようなな本になっているわけです。これがユダヤ教に関する概論でありますけれどもしかしこの手紙が書かれた時には神殿はまだ建っているんです。紀元70年の前ですから。ですから祭祀制度がまだ機能している。大祭祀もいる。生贄も捧げている。そういう時代にあってこの手紙の著者は「 ミコイエスが大祭司アロンに勝っているんだという話を展開してそしてそのことを証明するために前回はメルキゼゼクという方を取り上げて説明しようとしているんですところがそこまで行ってこの著者はその証明を途中でストップしているんです途中でストップして ここからこの手紙の3番目の警告を語り始めます。まあいわば著者は旧約聖書から公開メッセージを語ってるんです。ところが彼が今取り上げているテーマメルキゼゼクの位に等しい大祭司という話になった時に彼はちょっとこれは難しいなと思ったんですね。 これ聞いてる人にとって難しいと思った。だから、前回の最後、五章の十節に出てくる成果を確かめてみましょう。こうなってるんです。はい。神によってメルキゼゼクの位に等しい大祭司としてと唱えられたのです。これね、メルキゼゼクのテーマは今始まったばかりなんですが、著者は読者にはそれを理解する力がないと判断したんです。それで彼は、 その先に進むのを一時中断して、こっから警告の言葉に入るんです。はあ、難しいな。ねえ、皆さん。もう、死んじゃになって何年ですか <laughs> という、私たちにとっても切実な話になってくるわけです。そこで今日のアウトラインです。一番目。はい、ご一緒に。信仰の停滞。 11節、2番目、霊的な幼子、12節から13節、3番目、霊的な成人、14節。この3つに区分してお話をしていきたいと思います。つまり、霊的に停滞しているという事実、それから、なぜそうなってるのか。そうなってる人は霊的な幼子なんだ。どういう人がそうなのか。それから、じゃあ霊的な成人というのはどういう人なのか。 こういういい展開を著者はここでしていますさあ今日の結論着地点ですが1番目この箇所の要約もう一度振り返ってまとめをしたいと思います2番目進学の重要性今日は少し時間的に余裕があると思いますからここで神学の重要性について少し時間をとってお話をしたいと思いますではアウトラインに戻ってください はい、ご一緒に1番目、信仰の停滞。2番目、霊的な幼子。3番目、霊的な成人。はい、この順番でお話をしましょう。では本論に入ります。いきますよ。Are you ready?Yes, we are. はい、では行きましょう。信仰の停滞、11節ご一緒に読みましょう。はい。この方について、 私たちは話すべきことをたくさん持っていますがあなた方の耳が鈍くなっているため解き明かすことが困難です。はい、この箇所は元気よく読むよりはため息をつきながら <laughs> 読む箇所ですね。この方っていうのは誰ですかんメルキゼで言うと前の文脈読まなきゃいけないね。 メルキゼゼクの話をしてきてこの方って言っているんだけ、ね、どこれはメルキゼゼクのこといいですか5章一節から十節前回取り上げた箇所でキリストがメルキゼゼクのような大祭司だっていうことが論じられてきたわけですでこういう真理を学ぶ時に今日のテーマにとても関わってきますけど 真理が掲示される時それを聞く者には責務が生じるんです。どういう責務かっていうと聞いた真理を実行するという責務です。昔沖縄でイスラエルに関するメッセージを数回にわたって語ったことがありました。 まあこれはある大きな教会からお招きを受けてそして2日間にわたって数回に分けてお話をしたんですがその時にある沖縄の一人の兄弟が来られましたその方はそういう知的学びについて相当反発している方なんですね。でこう言いました私に。こういう学びばっかりしていても何にもならない。 新学校に行っっててるる人はたくさん知っているそして理屈っぽく言う人もたくさん知っているでもそういう人たちは愛が伴ってない実践がないというふうに私に抗議してこられたわけですね。でその方のおっしゃっていることは点数つけると50点ですね0点ではないその通りだから。でもさっきイントロダクションのところで申し上げたように。 真理を学ばなければ応答しようがないでしょう。で、でもそういう警告を私たちは聞く必要がある。で、聖書研究の目的はそれを実生活に適用し何らかの実を結ぶことです。ですから私たちはこういう集会に来ます。あるいはもう少し専門的に学びたい方はハーベスト聖書塾に入塾して学ばれます。でも注意しなきゃいけないのは 知識の量が増えるということと霊的に成熟するということとはまた別のテーマなんです私たちは学んでも実践が伴わなければそれは霊的成熟にはなっていないということを同時に真剣に捉えておく必要があるで今日取り上げるテーマはこのテーマです 読者たちは知らないわけじゃないんです。問題は何かというと、実践が伴っていないっていうところが問題なわけです。彼は。この方、メルキゼスクについて、話すべきことはたくさん持ってるんだって言うんですね。しかし。あなた方の耳が鈍くなっているため。解き明かすことができないと言っています。 話すべきことがたくさんあるんだって、どれぐらいあるのメルキゼゼクについての公開メッセージは始まったばかりで、で、今、警告のことに入ったでしょう今度、またメルキゼデクに入っていくんだけど、7章の1節から再開します。それが10章、18節まで続くんです。7章、8章、9章、10章、4章。大祭司、イエスがメルキゼデクに等しい、メルキゼデクのような大祭司だというテーマが、 続いていくんです。長いですね。でも長いだけじゃなくて深い心理を解説してます。だから私たちは話すべきことをたくさん持っているといそれぐらいのことを彼は言っているわけです。つまり、メルキゼゼクに関する教え、これメルキゼゼク論と言っとこう。メルキゼゼクク論はいわばミルク、乳ではなくて硬い食物です。でも、 硬い食物を彼らは食べることができない。だからあなた方の耳が鈍くなっているというわけですね。これは、この手紙の読者たちは、すでに学んだ真理で満足して、それ以上はもう求めなかったんです。もうこれくらいでいいよ。ところが、信仰っていうのは、お互いよくわかってますね。前進しないと後退し始めます。 信仰は常に前進していないと後退し始めます。もうこれ,でこれぐらいでいいよね。<laughs> 今まで毎日クレー読んでデボーションしてたけど大体上がってきたから2日で1回でいいよね。聖書は前回いつ開いたちょっと誇りがたまってませんかそういうふうになってくるとね確実に後退していきます。でその状態が 耳が鈍くなっているという状態です耳が鈍くなっていいるというのは難聴気味になってきたという意味じゃないんです。これは学ぶ意欲前からそうだったのかというとそうではない。かつてはそうではなかったんです。ところがそうなってしまったんです今は。だから耳が鈍くなっちゃったって言ってるんです。 昔はそうじゃなかったでしょそして学ぶ意欲のないものに難解な真理を解き明かすことは困難です。連動しててもすぐにわかりますね。聞く耳を持たない人に福音を伝えるのはとても難しいことです。 もう最近特にね自分のおじいちゃんおばあちゃん親戚の人で10秒でもうあまり時間が残されていないどうやって伝えればいいですかという相談を受けます数日前に面白い映像をテレビで見ましたあるお寺のお坊さんですけれども君まろさんのように面白い講話が。 で、ある人は君まろ以上に面白いって言ってるその話が出てくるわけですね。で、彼はこう言ってました。で、みんな笑わせたんですが、いろいろ笑わせたけども、あの、一つ、みんなが大笑いしたのは、ある男性が私のところへ来て、で、人は死んだらどうなるんですかと質問してきた。私、何と答えたと思います分からんと答えました。 死んだことないから。みんなドッと笑ってるわけですね。それいいじゃないですかイントロダクションとして。でお坊さんがこう言ったけど彼は正直だと思うよって「おじいちゃんあるいはおばあちゃん死んだらどうなるか分かってんの?」。いやそんなもの分かってない分からんよ。あんた分かってんの私も分かんないけどでも死んで生き返ってきた人がいるんだよ。 その人が、ね「こういうことを言ってんだよ」って言って「知りたい?」って言って耳が開いてきたらイエス様の話できるじゃないですか。でもね問題は耳が鈍くなっているかつては喜んで学んでいたのに今は停滞してしまっているそういう人に話すのは難しい。なぜそうなっているのかこの著者の言葉を使うと「霊的な幼子だからだ」 というわけです。それで2番目に入っていきます。12節から。これは心が痛いですね。ちょっと痛みを感じながら読みましょう。ご一緒にね。はい。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく、父を必要とするようになっています。 このメッセージを準備しながら、月曜日の集会では、僕、聞いてみようと思ったんですね。皆さん、手を挙げてもらおうと思って。洗礼を受けて20年以上の方。10年、じゃ手を挙げなくていいんだよ <laughs> <laughs> 皆さん、従順だね。10年以上の方、5年以上の方、1年以上の方って言って、手を挙げてもらおうと思ったんだよ。今 たまたま手を挙げたら、20年以上の方こんなにいるの <laughs> 驚異的だね。あなた方は年数からすれば、教師になっていなければおかしいんだよ。<laughs> <laughs> つまりこの手紙の読者は、イエス様を信じたての人じゃないんだよ。みんな相当の年数が経ってるの。だから神様の期待は、 霊的な幼子を脱出してほしいというのが神様の期待ですそして自分よりも信仰経験が浅い人たちに御言葉を教える状態になっていなければおかしいんだよにもかかわらず彼らは信仰の振り出しに戻っているんだよ神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要がある 神の言葉の処方っていうのは何かというと信仰の処方ですよ。信仰の基本的なことですよ。基礎的なことですよ。彼らは霊的な幼子に戻っているので、もう一度処方から学ぶ必要がある。これさっきも申し上げたように、あの、知識がないわけじゃないの。ここでの霊的な幼子っていうのは学んだことを全く実行できてないということですよ。これは繰り返し言っていきますよ、今日は。 でここで神の言葉の「処方ってあるんだけどこれ信仰の処方だよねこれねギリシャ語の言葉では訳せば ABC というような意味になりますつまり信仰の ABC をもう一回学び直さなきゃいけない状態だっていうんですそれを彼はこう言ってるあなた方は硬い食物ではなく乳を必要とするようになっていますこれ乳ミルクですね 初歩的な教えのことですそれに対して「硬い食物」これはより高度な神学的心理です「硬い食物」ってこの日本語どうですか僕は違和感あるどうしてか硬い食物って見たら草加せんべいぐらいしか浮かんでこないので「硬い食物」って私は歯が悪いから信仰の歯も弱いから硬い食物は食べられません 言いそうな気がする。これはそういう意味ではないんです。これはねミルクに対して固形物ですよ。固形物。つまりミートですお肉ですよ。ミルクっていうのは咀嚼しなくてもすぐに飲み込めるでしょ簡単でしょでも固形物の食物っていうのは噛んで栄養があるわけですよ。じっくり噛んで味わって体に必要な 栄養が与えられていくわけですつまり「需要がいっぱいあるんです古い言葉ですけどね「需要なんて言葉今使いますかね <laughs> 久しぶりです、はい、で硬い食物つまり固形物の一つの例がメルキゼゼクロンなんです。 で彼らはかつてはそうではなかったけど今はミルクを必要とするようになった。霊的な成長がなければ信仰は後退しいつまでも霊的な幼子の状態にとどまるんです。ですからこの警告が終わった後7章1節以降に入るとこの著者は読者に硬い食物を固形物を与えようとして メルキゼゼク論を語るんですそれは彼らの信仰を成長させ成長した信者になるように導いていこうとしているわけです。13節、はい。まだ父ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません幼子なのです」はい。ここでは霊的な幼子の特徴が語られています。 特徴は何か、はい繰り返しますよ。これは知識がないってことじゃない。所有している知識を実行に移していないっていうことです。それが義の教えに通じていないという意味ですね。この日本語だけ読むと義の教えに通じていないって言うんだから無知だっていうふうに読めちゃう。でもこれは御言葉の知識に欠けているということではないんです。 義の教えに通じていない。なこれ日本語の訳は大体こういう訳になってますが英語の訳は的確に原文の意味を表現しています例えば ASV ってアメリカンスタンダード・バージョンっていうのはこう言ってます Without experience of the word of righteousnessExperience って何のことですか経験体験ですよつまり 義の御言葉を体験的に習得していないから霊的なな幼子なんです僕らが「霊的な幼子」っていう時には聖書のことを知らないってすぐに考えてしまうそうじゃないの知的知識は持っているんだけれども知識が行動に結びついていない状態を霊的幼子というんだだからもう一度基礎から学んでこれを実行しているか っていうことを確認していく必要があるんです。学んだ真理を体験的に理解していないならば、つまりそれを選び取り、それを実行し、確かに聖書は生きて働く神の言葉だっていうことを体験していないならば、その人は霊的な幼子に留まるわけです。この人たちは、読者の人たちは、キリストが最終的な生け贄である、 Once for all 一度限り永遠に有効な生贄になられたということを学んだんですその知識はあるんですだから信者になったんでしょうその知識があるのにさあここから大阪弁よなんで古いもんに戻っていくねんということでしょう知識があるのにどうして実行してないのってそれがユダヤ教に回帰しているということが あなた方が霊的幼子だということの証拠なんだよということですね学んだことに基づいて生活上の選びをしてないだから知識の量ではない学んだことがどれぐらい活かされ実際の選びに役立っているのかどうかっていうことが霊的成熟を図るバロメーターなんですこれが霊的幼子です さあ3番目が今度は霊的な大人霊的成人について見てみましょうこれが14節ですねはい見てみましょうはいしかし硬い植物は大人のものであって経験によって良いものと悪いものをと見分ける感覚を訓練された人たちのものですはいこの訳ね間違いではないしかし少し日本語が複雑ですね しかし「硬い食物は大人のものであって経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです」という文章ですね。硬い植物は大人のもの。大人っという言葉が今度は別の表現になってるね。大人ってどういう人のこと経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちが大人なんだよね。 少し分かりにくい文章です。間違いではない。心境動脈で読んでみましょう。この方が分かりやすいです。硬、はい食物は善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された一人前の大人のためのものです。どう少しこの方が分かりやすいですかもう一度読んでみましょう。硬い食物は善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された これね一人前の大人って一人前の大人っていい言葉だねお寿司一人前を食べられる年齢になってるサビ抜きの人はどうするんだそういう議論ではないんですこれはねでここでもね悪はこう見分ける感覚を経験によって訓練さたってる経験って言葉が出てくるでしょう だから霊的幼子と霊的成人の差は何かというと経験によって御言葉を味わっていて善悪を見分ける感覚が身についてるいるということですね。私たちは霊的には一人前の大人になることがゴールです信仰者のゴールです。それが完成したらさよならっていう状態になりますね。つまり地上からはもう取り去られるということですね。 ただね、それはゴールだけど、信仰者には年数に応じた成熟度を達成する責務があります。肉体的には皆さん5歳の子供と20歳の子供と見分けつくつくよね。ただから50超えると何歳ぐらいか人によって分からなくなってくるね。肉体的には5歳も20歳も見分けつくよ。だから霊的にはは、見ていていね、この人は クリスチャン5歳だとか二十歳だとか分かる分からないんだよ、霊的には。なぜかというと、これは間違いなく年数に応じた成熟度を達成していないばらつきがあるということですよ。そうですよ、これ。だから私たちは年数に応じた成熟度を達成する責務を一人一人が持っている。そして、 経験によって善悪を見分ける感覚を身につけた人はさらに固形物を食べられるようになるんだというふうに彼は言ってるわけですね。固い食物、固形物形ですね。ここれは内容が詰まった食物のことでです。ですからここで成熟した信仰者というのはいわば御言葉ばの食物制限がないんです。 あるいいいは好き嫌いがないんですだけど霊的幼子っていうのは食物制限があったりねまるでカレーライスの中から人参を一つ一つより分けるようにね私はこれは嫌これは食べられない終末論避けとこうイスラエル論のけときましょう天使論分かりません分かるとこはイエス・キリストの十字架これだけ分かってればいいそれは素晴らしいよそれで救われてるんだから だけど霊的幼子の状態にいつまでもとどまっていることは神様が喜んでおられることではないということです。成熟に至る方法は何か学んだ心理を実生活に適用することその結果善悪を見分ける感覚が経験的に身についてくるんです。ここでは善悪を見分けるって言葉はありますがこの文脈では善と っていうのは正しい距離です悪っていうのは間違った距離ですそれを見分けることができるようになるんだということですつまり固形物を咀嚼して食べてそれを経験的に生かしていくならば新しい教えを聞いたときに感覚的にこれは少し味が違うこれは本物の味がする ということが見分けることができるようになってくるということですで、この先すごい難解な議論に入っていきますので今日は本文の解説はここまでにしておいて次回その難解な箇所にチャレンジしたいと思いますさあ結論に行きましょう着地点に行きましょう今日のこの箇所の要約です 3つの点を注目しましょう1番目この手紙の読者たちは信仰、はい、歴が長いですか短いですか長いんですその通りです健全な教理を学んできた人たちですそして彼らは教師になってもおかしくない立場にあるんです2番目しかし彼らは学んだことを実践に移してきましたか移してこなかったですか 移してこなかった、その結果霊的な成人から霊的な幼子に逆戻りしている状態ですだから信仰の処方を学び直す必要が出てきたわけですつまり硬い食物ではなく父を必要とするようになったわけです3番目霊的な幼子と霊的な成人の差は何なのかそれは 教理に関する知識の差ではないもちろん知識の差っていうのはあると思うんですがそれは中心的な差ではない何が差か霊的な聖人だけが学んだ真理の適用について経験的に知ってるんです。真理を適用しそししててそそれを体験してるそういう人を霊的な聖人と呼ぶわけですね。 これが今日学んだことの要約でした。さあもう一つ大事なテーマがありますが神学の重要性ですね。これを見てみましょう。今日学んだことの中で実は霊的成長の3段階っていうのが出てきてるんです。霊的成長の3段階。一つは見言葉の学びと理解です。 これが第一段階です。2番目が理解した真理の適用です。実践です。そして3番目に結果として霊的成長が出てくるんです。ですから学びを軽視すると適用そのものがもう成り立たない。適用までいかないんですね。御言葉の学びと理解。2番目理解した真理の適用。3番目結果としての霊的成長です。 そう考えてくると、神学を軽視することは、信者の霊的成長を阻害する大きな要因です。もし神学、教理の学びを軽視するならば、ヘブル書の手紙の著者は、メルキゼゼクに話し出して、これは難しいからもうやめておきましょうって言ったはずなんだ。彼はやめてないんです。警告を発して、7章1節から再びそのテーマを解説するわけです。 なぜ、神学の形視が危ないかというと、見言葉の理解がないならば、真理の適用が不可能だからです。そして、真理の適用がなければ、霊的成長も不可能だからです。でも、多くの信者が、神学に否定的な態度を示します。教理の学びに否定的に反応します。なぜですかいくつかの理由が考えられますね。ある人たちはこう言います。 神学は分裂をもたらすからねだから神学は避けた方がいいこういう言い方は聖書に記された神の真理に関する学びを否定することになっているわけですそんなことを言っていいんですかということです正しい真理が教えられた時にそこに分裂が起こるならば 分裂していく人たちは聖書の真理に同意することを拒否している人たちですよですから全ての分裂が悪いわけじゃない本物が明らかになるためには分裂が起こる必要さえあるというケースもあるわけですねだから神学は分裂をもたらすという理由で進学を軽視することは許されませんあるいはある人たちはこう言いますね 距離は重要じゃない経験こそ重要だよっていうんですね。距離は重要じゃない経験こそ重要だよ。でもね、私たちいろんな経験しますけど、経験っていうのは聖書の真理によって吟味しなきゃいけない。例えば皆さん、あの、どういうかな、不愉快な時と嬉しい時と感情的にあるでしょ嬉しい時っていうのは、 それはてて神の御心にかかなってますか人はいろんなことを経験して嬉しかったり悲しかったりするんです嬉しい時っていうのはどういう時があるのか例えば株をやっててすごく上がった利益が出た嬉しいルンルン気分だけどそれは場合によってはあなたの貪欲を満たしてるだけかもしれないじゃん。 健全なな投資はは罪ではないだけど貪欲であれればそれは罪ですよあるいは歩いていたら財布が落ちていたパッと拾ったら大金が入っていた誰も見ていないポケットに入れる嬉しいなすごいお金が手に入った今日はそういう嬉しさは正しい嬉しさですか 今、極端な例を僕は言ってますが、つまり僕らが体験したり感じたりする感覚っていうのは、見言葉によって吟味しなきゃいけないっていうことです。時々、こういう質問を受けます。もう、よく受けます。先生、こういう夢見たんですけど、どういう意味ですかね <laughs> 僕に分からずがないじゃないの。 つまりねあの信仰者っていうのはいろんな体験するけどそれがどういう意味を持ってるのか神からのものなのかどうなのかということを判定する最後の基準は聖書なんですよ。だから「教理は重要ではない」「経験こそ重要だ」という言い方自体がもう体験主義的キリスト教であって非常に危険だということです。ある進学校で ここういういとがあったんです。進、まあ、学校に入りますと割と早い段階で「introduction to the old testament」とか「introduction to the new testament」とかいうコースがあるんです。これは日本語に訳せば「新約聖書入門」とかね「旧約聖書入門」という言葉になるんですがでも内容は入門というよりはこれはサーベイですね。包括的に、 図的に旧約新約を学ぶという非常に高度な学びで,もあ,るわけで,すである楽器「Introduction to the New Testament」のコースで教授が生徒たちにこう言ったんですね。今回のこのコースでは「新約聖書」を全部読んで「新約聖書」の中で与えられている命令を分類してどの命令が一番多いかをみんなで確認しましょうと言ってい ゴールを設定したんです。そこで生徒たちは新約聖書を最初から読みながら命令について分類していったわけですね。これは愛しなさいという命令、愛に関する命令、これは清めに関する命令、これは何だろう、伝道に関する命令というふうに、あのこれは許しに関する命令、これは人間関係に関する命令っていろんな命令を書いていったんですが、その結果、 全員が同じ結論に到達したんです。どの命令が一番多いか分かりますか何だと思う一番多かった命令は愛しなさいという命令じゃないんだよ。一番多かった命令は誤った恐怖に注意しなさいという命令です。それが一番多いんです、新約聖書で。ということは、人たちは彼らがいなくなった後に 誤った教理を教える者たちが教会に忍び込んでくるということをよく知っていたんです。誤った教理への警告です。今もその命令は生きています。ですから、教理や神学の学びを軽視することは、いかに健全な信仰の妨げになっているかということを私たちは知らなければなりません。さらに、教理は重要じゃない。愛と一致こそ重要だ。 といいう人がいますもう、距離的学びはこの辺でいいよ、十分知ったからね、愛だよ、実践だよという人がいるんですが、距離と愛は二者択一ではありません。つまり A か B ではないんです。A and B です。Both A and B です。愛のない距離は死んだ正当主義です。距離のない愛は間違った愛になります。一応、 重視するあまり恐竜を軽視するならば私たちは真の伝道を不可能にするキリスト教に成り下がってしまう。いいですか。人は滅びつつあり救いにすよう必要としており恵みと信仰によって救われるということ妥協の余地がないじゃないですか。さらに、深い、 固形物の食物を食することによって、神が私たち一人一人に、人類全体に、あるいは宇宙全体にどういう計画をお持ちになっているかということを知り、その知識に基づいて、日々の選びをしていくということが、神様が私たちに期待しておられることですよ。だから、教理を学ぶことが、一番真実な意味で愛の実践につながるということ。 私たちは知らなければなりません神が信者に期待しておられることは何でしょうかこれからも聖書の真理を学びましょう神学的学びを積み上げていきましょうそして学んだ真理を適用していきましょう学んだ真理を適用するっていうのは常に何かを選ぶときに学んだ真理を基準に選び取っていくということです そしてそこで終わってはいけません。さらに学んだ心理を新しい信者に教えましょう。霊的に新しい人たちに自分が学んだことを教えましょう。教師の賜物がある人はそれを用いて教会を立て上げていく働きをします。しかし全ての人が教師の賜物を持っているわけではありません。ここにも教師の賜物をお持ちの方が何人もいらっしゃいます。 でも全員がそうではないそれでもしなきゃいけないんですどういうことかっていうと例えば献金の賜物を持っている人がいますそれは喜んで献金をする能力があるっていうことですこれ不思議ですねある人とない人がいますよそれは貯金通帳の残額にあまり関係がないんです 私も過去の経験で知ってますね。よく献金される方がさほど裕福とは思えない方が献金をします。皆さんね、たくさん献金する人はお金持ちだ。お金持ちだから献金してるんだと思っちゃダメですよ。全然そんなことないですから。お金がたくさんあっても、献金の賜物がない人は献金できません。と同時に、全員献金するでしょう。僕らみんな献金するでしょう。 だから、それは賜物があるかどうかということはまた別次元の話ですよ。賛美の賜物がある方。まあ、サムエルさんなんか賜物を与えられてますね。僕らはどうですかでも歌うでしょう。でも賛美するでしょう。教える賜物がある人は何人かいるでしょう。私は教える賜物がない。と言っても、 第対1では、あなたも教えるように召されてるんです。すべての信者が、1対1、あるいは1対2、個人レベルで御言葉を教えるように、神様期待しておられるんです。ですから、霊的成長っていうのは、学び、実践、そして分かち合い、この3つの要素を通過して、霊的な成熟した大人になっていくんだということですね。 次回はさらに難しい話が続きますのででもこういう固形物を噛むことによって真理が分かりそれを実践に移していき霊的成熟を目指していくわけですからですから僕らは固形物が好きですね固形物が好きな方は来週も集まりましょう今週1週間も神様の祝福がありますようにお祈りしましょう 天の父なる神様今日はあなたからの励ましまた警告の言葉をしっかりと聞くことができました振り返ってみれば本当に学んだ基準に従って選び取っていくということが希薄でしたお許しくださいどうぞ体験的に見言葉が真実であることを知ることができますようにシューイエスキリストの皆によって でお願いいたします。アーメン。ご一緒に短く祈りましょう。